やらなければいけないんだ俺が 何クリリンをスカウトしに行ったのかで1チーム10人で力の大会で優勝したら前みたいに何でも願いが叶うのかはいスーパードラゴンボールでご飯さんスーパードラゴンボールってそういえばトランクスさんも知らないんでしたっけ あ、いえスーパードラゴンボールは通常のドラゴンボールと違い願いの制限がないんです文字通り何でも願いが叶うんですよそうかスーパードラゴンボールを使えば未来の世界の父さんやごはんさんたちも生き返るんじゃさっき見た光景を俺の世界で見ることだってスーパードラゴンボールなら。